ていう。そうや。私らなんかそれ的に入ってたから。入ってた。でもやっぱり網目がこう。T&T チャンネルをご覧の皆様、こんにちは、ともかです。たかこです。さこです。はい、本日はですね、SKN さんの企画でもやっておりました、オルマに網タイツをやっていきたいと思います。網タイツってブルマに。これ細ない。いや、実際はね、こんなのもう、糸。ちょっともうこれだけで笑けんねんけど。これあれや、あの、そのうちがトアミって言ってたやつ。トアミでいただきましょうかね。よいしょ。はい。なんだこりゃ。いや、なんかなんだこりゃ。もうこれなんか、ずっと見てたら気持ち悪くなる。なんか、魚網漁にとらわれてるみたいな。出荷される果物みたいな。そんな名称あるんですか、網漁。トアミってあるやん。漁師が。あ、それをトアミって言うの。なるほど。魚、我々魚ってことですね。そうですね。捕まりましょう、これでね、はい、これでね、はい、じゃあ履いて、早速なんですがね、履いていきたいんですけど、どれからいきます？網目がこう、これなんか、穴が大きい順でいくか、うん、小さい順でいくか、どれがいいですか？小さい順でいきます、まず、うんうん、言ったらタイツに似てるからね、うんうんうん、ストッキングとか、うん、それで、ね、じゃあこのやつから、はい、ね、入っていきたいと思います。はい、と、はい、いうことで着替えてきたんですけども、どうですか？初めて履いた網タイツ、ね、タイツっていうの。そっか、こんな感じ。私らなんか世代的に流行ってたから。流行ってたんですか？履いてた。履いたことは。どういうことですか？いや、なんかこれにさ、ミニスカート履いて、あーブーツ、ロングブーツ履かないとって。あ、でもそういう時代もありましたけど、うん、私は履いたことないかな。ない、うん、ない。へえ。どうな。でも確かになんかそのコスプレとかさ、こういったサンタのなんか格好した下に履いたりとか、うんうんうん、コスプレされてたんですね。なんかポリスとかね。そうそう。やってそう。のやつとかはハロウィンとかね、なるほどね、あるけど。どう？どうですか？どうやろう、でも網目がさ、うん、ちっちゃいから、うん、ちゃんと映ってんのかね。ね、でも映ってそうですよ。こんな感じですね。で、しかもこれちょっと履き方間違えたら、なんかすごい右足は違う感じですよ。あ、この網目の、そうなんか、まっすぐ履かんと、うん、そう、うん、なるほどね。この穴がね、いかも、はいはい、変な感じがしてます。でもなんかこう、ちょっと気持ち悪い。うん、あ、そう。この穴が、うん、でも意外とあったかいやろ、穴開いてるけど。あ、でもなんか、うん、室内やからかな。そうね、あったかさもんだよ。まあ、はい、ということで、はい、ということで、はい、じゃあ次はこの中くらいの網目ですね、のやつを履いていこうかなっていうふうに思います、ね、これ足どこにあるのっていうやつですね。これね、はい、ちょっと荒いね、この荒いやつ、ちょっと荒いやつね、次、はい、履いていきたいと思います。はい、はい、ということで入ってきたんですけども、どうですか？はい、いや、なんか気持ち悪い。気持ち悪い、うん、このなんか履き心地とかじゃなくて、うんうん、なんかこの網目のうじゃうじゃ感、うじゃ模様が、うん、みかんはこんな気持ちなんかね、そうです、みかんね、ネットに入ったらみかんってこんな気持ちなんやろうな、ハムってこんな気持ちなんやろうなと全く分からん。ハムこう結ばれてるから、そうだってみかんもこうやってネットにこう入れられてるから、ね、赤やけど、うん、彼らはみかんの気持ち、その話広がらへんから立ちますよ。で、ネットからこんな感じ、はい、どうでしょうかね。そう、このここが気持ち悪いですよね、なんか、うん、指が出る感じ、本当やね、うん。え、この荒さの網タイツは履いてましたか？履いてた。へえ。だんだんさ、あの、細かいのから粗いのに流行ってる。あ、そうなんですか。へえ。どれが好きなの、たかこさん？へえ。これぐらい？もうちょっと粗いの。そうやな。でも最後のトアミも履いてたわ。トアミ気になるな。気になる。うん。
ということで、じゃあ、はい、最後のとわみ、ね、このとわみちゃんをね入っていきますけど、だってもうこれどういうこと履けるんかな心配になってきたということで入っていきます。バイバイ。はい、ということで入ってきたんですけども、どうですか？これはね、ここまで大きい網のものは履いたん初めてかもしれん、うん、なんか網やみすぎ、うん、ほんまに網やみすぎる。このいや、なんかこの細かい網はまだタイツっぽくて分かるんですけど、うん、この粗いのは履く必要あるんかなっていう確かにめっちゃ履きにくいよね。流行ってるんこれ。流行ってたね、あのここまで大きい網。へえ、なんか魚とハムの気持ちね。めっちゃ食品に例えてくれ。お歳暮で包まれてるような。お歳暮で包まれてるような。どうしますか？こんな感じですね。ブルマには合うんでしょうか。うん、ねえ、どれがなしはさ、でもどれが一番綺麗に見えるの？確かに。でもこれはやっぱり網目がこう。うん。細かいのがやっぱちょっとタイツ風やから、うん、こっちの方がなんかあれそうな気がする。だってなんかこうとらわれてるやん、もう物しか合ってるやんみたいな、うろこみたいな、うろこみたいな、魚の気持ち、うん、魚の子浴びてるこれあのぜひね、着替えてるシーンを見てもらった必死すぎるね、お前ね。座りますか？はいはい、ということで今回のね検証は、はい、ブルマに編みタイツは果たして合うのかっていうところでやってきたんですが、うん、はい、どうでしたか？どうですか？まあ、合うか合わんかで言ったら、うん、合わんかな。合わんよ。そうやったら靴下のね、うん、ソーンとか白靴下の検証の時の方が、うん、まあなんか良かったかなっていう感じはしますけどでも初めて履いたんで、うんうんうん、結構なほち初多いよね。あ、そうだな、多い、うん、お初です。あんまりこう波に乗ってなくて、波みんなの時代がそうなのかも。そうかもしれないね、確かに。でもいい経験になりましたはい、ということでなほちのいい経験になったということで今回の動画はね、ここまでにしておきたいと思います、はい、じゃあまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。